中野大介は元体操競技選手。6歳から体操を始める。幼年期にバレエの基礎を習得。体操のしなやかな演技に反映されている。九州協立大学在学中、2003年のユニバーシアード大会で初来票入り。翌2004年アテネオリンピックでは唯一の大学生として代表に選出される。中野は 最終選考の NHK 杯において、得点では、佐野有事に次のないであったが、種目別のポイント集計で佐野を上回り、レギュラーとなる。アテネ五輪では、団体優勝。2005年4月、福岡教育大学大学院に入学。同年末に、右手首を手術して、以降は、低迷が続く。2008年4月、 北京オリンピック代表第二次選考会に参加するも、右肩にく離れの負傷のため途中棄権、オリンピック連続出場の夢を絶たれた。2009年4月、塚原体操センターに入社し、朝日生命体操クラブ所属となった。2011年9月に行われた全日本社会人選手権で、右膝の人体帯を断裂。2012年3月10日に、 現役引退を表明。引退後は、体操教室、中野大輔体操スクールの運営のほか2015年より、ヒーローショーウルトラヒーローズ・ザ・ライブ・アクロバトル・クロニクルに、出演している。中野大輔体操スクールバディ・アクロバトル・クロニクル、とは、ウルトラヒーローズ・ザ・ライブ・アクロバトル・クロニクル、公式サイト。ありがとうございます。